先輩お疲れ様です水泳部の試合ですか <laughs> 負けちゃいましたよ僕タイム縮めるために結構頑張ったんだけどなはいこの夏は結構日焼けがヒリヒリするまで練習頑張ったんですけどねやっぱり競合相手には勝てなかったです なんかちょっと悔しいっていうかだから最近校舎裏に現れなかったのかってそうですねまあこの夏は練習三昧でしたからね懐かしいなあ,あいえ この校舎裏でよく先輩と話すようになって先輩のことをどんどん知っていったあの時期が懐かしいなってって僕の話はいいですから先輩の話も聞かせてくださいよああはいサッカー部がその私立の高校に負けたのは聞きました いうか、そのあいや別に変な話じゃないんですけど僕本当はあの試合見に行ってたんですはいただ先輩ってすごいモテるじゃないですかそうですよ先輩はモテてるんですであんまり前の方に見に行っちゃうと絶対 先輩が気づいて試合に集中できなくなるでしょうしあとなんだか面倒なことになりそうなのでこっそりちょっと後ろの方から見てたんですよいや女子のいざこざって面倒なんですよそれに先輩と僕のことを誰にも邪魔されたくないですし 誰にも知られたくなくてな、何でもないですよまあでもあのあと話しかけられなかったのは先輩絶対落ち込んでいるんだろうなって思ってあやっぱりそうでしたかうん。 見ててななんんとなく分かりましたもんでも僕は知ってましたよ先輩がよく夜遅くまでサッカー部のグラウンドに残っていっつも一人で居残り練習していたのあーいやたまたま見ちゃったっていうかその先輩が最近校舎裏に来ないからどうしてたんだろうって試合前に。 ちょっっと覗きに行ったんですよそしたら先輩が一生懸命練習しているものだから声かけられなかったっていうかむしろ応援したかったからで <laughs> いざこうやって口に出して話すとちょっと恥ずかしいですねねえ先輩秋の試合が終わったら。 あの、うん秋の試合が終わったら一緒に僕とデートしてくれませんかあえっとその実は僕好きな人がいてその人の好きなものとか男の人はどういうファッションが好きなのかっていうのを知りたくて 好きな相手がいるのに俺でいいのかってそりゃそうですよ先輩だからいいんですよっていうのとあとたまには校舎裏以外での先輩を見てみたいんですよな何照れてるんですか別に僕だって言うの恥ずかしかったんですからねまったく。 勘違いしないでくださいよえ連絡先ああそういえば僕たちまだ連絡先も交換していませんでしたねわかりました今出しますはいこれでいいですか <laughs> ありがとうございます 土日にサッカー部の練習もあるから空いた日にはい帰ったら僕も予定確認してみますねそしたらまた先輩に連絡しますあそっかこれから練習があるんですもんね引き止めてしまってごめんなさいはいお疲れ様です失礼します はあ、今日も先輩かっこよかったなあ,あでもななんであんなに素直になれないんだろう僕のバカ、はあ、先輩大好きですって言えたらいいのになああ僕の気持ちが届くのはいつなんだろう早く先輩に会いたいな